なんかお前の家行ったらしいな、てっぺい君。ああ、てっぺい来たよ。うん、ああ、なら俺も聞いた。奥さんがねいて、うん、でこつ持って、まあ家で遊び来て、まあ飲みなよみたいな感じで村田が言ってお酒用意したんやって、はいはい、うん、ほんだら奥さんがお酒ねこうついでみんなに、うん、でこう飲むやん、うん、で乾杯って言うやん。でてっぺんが言うには本物のギャルでしたって言うねらしいね。で なんやねん、お酒ついで乾杯っててっぺくんが言おうとしたそのタイミングの前ぐらい、もう0コンマ1ぐらい早いタイミングで、うん、パーティーパーティーパーティーって言ったらしい。いや、もう楽しい人じゃないですか。もっとギャルやからね、全然。パーティーパーティーパーティーって、いや僕もてっぺいさんから聞いたんですけど、3回言うパーティー、いや2回、1回でもまあまあパーティーやけど、うんうん、3回言うてもだろ。朝昼晩行ってっからね、これ、うん、朝まで終わらんパーティーよ。うん、終わらんパーティーよ。いや行くか、そんな長いこと。そのディレクターの小林てっぺいさんから聞いたんですけど、うん、ギャルすぎて、うん、ネイル長すぎて、うん、芋の煮っ転がし爪でさすがないって言ってましたけどね。パーティーパーティー言ってた。うん、それだとパーティーパーティー。なんでパーティーパーティーで芋の肉芋の煮っ転がしのパーティーパーティー。何のパーティーやねそれ。なあ、芋会やんかそれ。芋煮会やから。それ先日中多くなんかお野菜が取れた時の食べ方やから、ただの。そんな爪長いやつおらんやの。嬉しすぎて、うん、みんなで。どうなの本でその件は。何がですか。いや何も言ってけへんけど。いやだからパーティーパーティーは言ってた。でもギャルはギャルなんでしょ。パーティーパーティー、うん、ギャルはギャルよ。それはもう抜けへんねやっぱり。でも楽しいでしょうね。だから醤油持つときやっぱこうやってあのジーマン持つみたいに持つから。いやちっちゃいジーマンのやつあるけど。なんでちっちゃいジーマンのやつ。あの合成着色料みたいなめっちゃ入ってるやつな。あんなに黒いものを、うん、一番白いもん持つ。白いものも持ち方で。あのちっちゃいやつないね、あれすぐ読めるよっていう、ね、六本木のクソみたいな社長が飲ませてくんだよ大体。やめとけ、やめろよ。六本木のクソみたいな、お前六本木まともな社長なんか一人でもおるか。普通に考えろよ。